ネルケムホ法は、ドイツ生まれの総統宗の僧侶である。2002年から2020年まで、総統宗、安泰寺の住職を務めた。俗名は、イエンス・オラフ・クリスティアン・ネルケ。ドイツの牧師を祖父に持つ家庭に生まれる。7歳で母を亡くす。キリスト教主義学校の高校在学時に座禅と出会い、将来は日本で前僧になろうと夢を抱く。ベルリン自由大学日本学科。 哲学科在学中、1990年から大学を休学して、半年間京都大学に留学。京都府その部町の小林市寺や兵庫県の安泰寺で修行を行った。1991年に帰国し、ベルリン自由大学に道元についての修士論文を提出。ベルリン自由大学日本語学科修士課程終了後、博士後期課程に入学。 1992年10月、奨学金を得て、京都大学大学院に留学したが、1993年に中退し、兵庫県三方郡新温泉町区と山にある安泰寺で出家。1995年の秋、安泰寺から離れ、京都府の臨済州、東福騒動、福井県の総東州発信寺で修行を重ねる。1997年に安泰寺に戻るが、 2001年に師匠の下で司法し、大阪城公園でホームレス座禅を行う。そうした中、2002年に市の除雪作業中事故の不法を聞いて安泰寺に戻り、9代目住職になった。同年結婚。現在は日本の内外で公園活動や座禅指導の傍ら執筆活動を行っている。2011年発行のデビュー作。 迷える者の全の修行は、同年の新潮ドキュメント賞の候補作に選ばれた。2015年は、グランフロント大阪で、ワールド面白いアワードファーストを受賞。2016年は、宮津市の地元寺専門騒動の講師に就任。2018年1月2日、日本で初公開された映画、全ーナッシングに出演。2020年、安泰寺住職を引退後、 大阪を拠点に座前会や勉強会を開催している。NHK 文化センターや朝日カルチャーセンター講師としても活動している。など多数、ありがとうございます。